不動産業界で転職する非公開求人もご紹介可能ですなりたいあなたを見つけよう宅検ジョブエージェント 近年ではとにかく引っ掛け問題が巧妙化してきています。受験生も何とか惑わそうとしてですね、変な選択肢をよく見かけます。何の問題もございません。むしろですね、よくやる手法です。これが停止条件付き売買契約です。いいですか出題者はなぜ停止条件付きという言葉を出してきたのでしょうかこういう覚え方は絶対にしないでください。田中女性措置の不動産大学、発祥制限、他人物売買のひっかけ問題編ということで、毎年引っ掛け問題の巧妙性が高くなっているのが宅建業法です。 宅検試験は歴史ある試験なので宅検療法についてはもう試験に出尽くしてしまっていますですからまともに問題を出しても全問正解してしまう人がたくさん出てきますですので近年ではとにかくひっかけ問題が巧妙化してきています受験生を何とか惑わそうとしてですね変な選択肢をよく見かけます例えば今日もですね重要なご質問をいただいたんですけれどもまずは皆さんでこの問題をちょっと解いてみてください行きますよこちらです平成17年問35宅検業者 A が自ら売り主となって宅地建物の売買契約を締結 した場合に関する次の記述のうち宅建業法の規定に違反するものはどれかなおこの問いにおいて A と C 以外のものは宅建業者ではないものとする選択肢いきますよ A の所有する土地付き建物について E が賃借していたが A は当該土地付き建物を停止条件付きで F に売却したはいどうでしょうか違反するでしょうかしないでしょうかいきますよ答えは 違反しないです。ここでコメントいきます。クランクランさんありがとうございます。他人物売買の停止条件付きでもやもやしています。答えは違反しないとあります。この場合は自己所有の物件を売るのだから停止条件付きでも OK ということでしょうか。停止条件付きという言葉に惑わされています。 ということでございます。はい、皆さんこの方にバシッと教えてあげられますでしょうか私ですね、こんな感じでこの方に返信をしています。こちらです。コメントありがとうございます。これは単に停止条件という単語を出しておけば誰か引っかかるだろうという安易な引っかけ問題です。答えは単純に自分の所有物を売っているだけなので普通に OK というだけです。停止条件だろうが、ただの売買契約だろうが同じです。 こんな感じでございます。詳しく解説しますよ。この問題、他人物売買のハッシュ制限に絡めたひっかけ問題です。他人物売買に関する宅建業法の規定は、自己の所有に属しない宅地または建物の売買を規制する規定です。選択肢だと A は所有する土地付き建物を E に貸しているだけなので、所有権は A にあります。 ですから他人物売買なんかではありませんまあ難しく言うとこういうことなんですけどもこれですね状況をイメージすると実務でもとっても役に立ちますしわかりやすいですこの問題簡単に言うと宅建業者が所有している満室のアパートを売却することはできるかということを聞いているだけなんです何の問題もございませんむしろですねよくやる手法ですこれはですね宅建業者がアパートを自社で建てて満室にした上で投資家にですねそれよりもちょっと高くして売るとかですねそういうケースよくあります今回の問題 はこのアパートを売却するときに停止条件付きで F に売却したっていう風に言ってますけれどもこれも何の問題もありませんというかこれもよくやります例えばですね宅建業者が5000万円でアパートを建てて満室にした上で7000万円で投資家に売却するとします投資家は個人ですから投資ローンを使います売買契約書にはローン特約を入れます つまり売買契約するけれどローン本審査通過できなかったら白紙にするねこれが停止条件付き売買契約です選択肢ではこれを業法違反かどうかっていうふうに聞いています業法違反ではございませんみんなやっていますこの問題は停止条件付きという単語を出しておけば誰か引っかかるだろうという安易な引っかけ問題なんですではですねここで皆さんに質問ですいいですかこの問題正解できたからはいもうこんなんちょろいとかそういうふうに思っちゃダメですよいいですか出題者はなぜ停止条件付きという言葉を 出してきたのでしょうかこれがちゃんと理解できていればハッシュ政権かなり理解が進んでいますいいですか答えはハッシュ政権の例外の例外だからですはい意味わかりますかちょっと何のこと言ってるかわかんないと思った方よく聞いてくださいよ詳しく解説します宅建業者は事故の所有に属しない宅地建物について自ら売り主となる売買契約かっこ予約を含むを締結することができませんこれが原則ですただこれには2つの例外がありますはい覚えていますでしょうかいきますよ答えは こちらです。1、宅地、建物を取得する契約を締結。各売買予約でもか。で、2、未完成物件で手付金等の保全措置あり。このいずれかであれば、例外的に売買契約を締結することができます。ただし、この例外にさらに例外があるんです。1の部分です。たとえ取得する契約を結んだとしても、それが条件付き契約である場合はダメなんです。そうなんです。この部分で条件付きという知識が出てくるんです。もうお分かりですね。この部分を条件付き契約 イコール違反するというですね安易な覚え方をしているとさっきの問題が出てきた時にあ条件付き契約だから違反するっていうふうにです、ね、選択して失点してしまうんですこういう覚え方は絶対にしないでください卓球試験はこういうふうに単語と知識を直接結びつけようとする事件性をですねどうにかして引っ掛けようとしてきますのでこういう覚え方は絶対にしないでください本番で失点するとこれがショックすごく大きいですよくご注意ください実はですねこの問題の別の選択肢でもこういうふうに聞いてきているんです こちらです。愛の所有する宅地について A は愛と停止条件付きで取得する売買契約を締結しその条件が成就する前に当該物件について J と売買契約を締結した。はい、これどうでしょうか違反するでしょうかしないでしょうかいきますよ。 これは違反します。はい。これは違反します。I と A の間の売買契約は停止条件付きです。停止条件付きの場合、他人物は売買できません。なぜなら、その宅地を A が取得することは確実であるとは言えないからです。ですから、条件が成就する前に J には転売できません。やったら行法違反です。そういうことなんでございます。クランクランさん、お分かりいただけましたでしょうか今日の動画が役に立ったという方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。難しい単語ほど本試験では引っ掛けに使われます。もやもやしたら、すぐにコメント欄に書き込んでください。 ちなみに私事ですが最近ですね愛車のベンツが壊れましてついに買い替えることにしたんですけども今回はですねトヨタのヤリスクロスという車に買い替えることにしたんですがなんとですね納車が半年待ちともういつまで待たせんだということで,ですね非常に困っております。ということでまた明した